これで大丈夫っしょ。ああ辰巳さんは5時に迎えに来ます。ありがとう。いえ、あ、それから笠松のじいさん知ってますよね。木野さんが。ええ、こっち来てから挨拶しましたか。いや、なんだよ。いや、まあちょっと変わり者だから気にしないようにって、うちの常務が。よろしくお願いします。どうも。キネさん。ありました。しばらくです。早いとこ挨拶に行こうと思いながらなんやかんやでつい遅くなっちまって、よろしくお願いします。あんまり気にすんな。じゃあ、おやすみ。お疲れさま。なしたの。笠松のじいさん、なんかゴロに行ったらしいんだ。なんだって。わからん。切れちまって何も言えんさ。何がですか。誰に断ってあそこに住んでるんだ。誰にって、だってあそこはうちの。あれはオラの土地だ。あ、本当ですか。お前の親父は気の毒なことした。親炭鉱でみんな死んじまうし、お前は勝手に東京へ逃げ出すし、助けるもんが誰もなんから、オラが金出して最後まで見とった。あの土地はその方にオラがもらった。昨日の話はあれは本当なんですか。本当だ。それとも土地の登記も進んだんですか。登記はしてね。それでも譲るっつったんですか。そうだ。あそこはもともとお前の親父と俺で、長いこと苦労して開いた土地だ。親父、とっつぁんにいくら借りたんですか。当時の金で50万ちょっとだ。借用書か何かありますか。そんなものは取らねえ。その時のこと。対等の石松が立ち会い人だ。石松さん、今どこにいるんですか。石松は死んだ。3年前の春。バカバカしい。
冗談じゃねえわ。大地黒板のおじさんが笠松のおじいちゃんにお金借りたなんてそんな話聞いてないよね。ああ大体なんでお前の親父が笠松のとっつぁんに金借りるんだ。知らないけど、ただうちの親父とも笠松のとっつぁん開拓時代からの親友だったし。でたらめだよ、でたらめ。そんなこと五郎さんありえないわ、全然。しかし分かった、そのことなら俺らからとっつぁんに話しつけてやる。まったくとっつぁんもなんちゅうかへなまずれ、どうしてああいう性格なんだかな。どうしてじいさん今日来てねえんだ。ああ夕べ一発かましてやったのさ。あのことでか。なっさ、俺はそんなこと言ってねえって。嘘をつけって言ったんだ、いい加減にしろって。ああ五郎がこっち移ってくるにあたって段取りつけたのは全部俺だ。もしもそういう事実があったら俺が責任を取らなければならん。本当にそういう事実があったのかって。なんつった。ブチ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 口の中で言ってた。親父さんが死ぬ前に用立てたとかなんとか。本当なんだろうか。嘘さ、決まってる。借用書も何もありゃしないんだ。何もなしにあいつが金貸すか。要するにあいつは根性がありんだ。へなまずるくてどうもならん。ほっとけ、あんなもん誰も相手にしとらんわ。母さん、山仕事に来るなって母さん言ったんかい。いや、そうじゃない、拗ねて出てこんだけよ。何、明日にはシャレと出てくる。おい、おい、行こう。まあ、気にすんだ、もうそのことは忘れろ、なあ。おい、誰が。僕が初めてその人に会ったのはその日の夕方だった。ゆっこおさんとおたるは二人で辰巳さんの家へ漬物の仕方を教わりに行っており、僕は一人で上達しない火の漬け方を練習してたわけで。マイクつかんか。はい。これでつけるんだ。はい。あ、マッチは無駄遣いにするな。一本でいい。はい。うん、うまい。その人は少しお酒の匂いがした。私はずっと嘘をたるもんしちゃった。ここがですか。駒が遊んどった。ここらで。ああ。もともとここらは熊の土地だった。人間が来て勝手に熊を追い出した。
あの奥に古い切り株がまだあろう。はい。500年は経っとった。カツラの大木で。わしらがノコで切り倒した。それは吠えるようなすごい声立てた。あの声はまだ耳についとる。声って何の声？木の声。倒される。木は倒されるとき大声を上げる。セッションも随分した。そして開いた。一旦開くのに何年かかったろう。間と木と粗末な道具と。マモもうおらん。そして若い者はみんな土地を捨てる。わしらが折衝して切り開いたこの土地をじゃ。駒や木や馬に何と申し開く。人間は勝手じゃ。もっと薪を入れろ。のじいさん、昔ばあさんが生きてた頃は仏の杵さんで通ったんだけどね。馬も実際少なくなったな。今6万人何頭いるんかな。3、4頭しか残ってないんじゃないかい。昔はいたかな、どこのうちにも。馬がなきゃ何もできなかったな。考えてみりゃ、随分世話になってる。でもまあ、今だら無用の長物だわ。本当は、じいさん売りたいらしいんだわ。そういう気になってんの。ああ。この前、笹塚に話したらしい。ああ30万で引き取らんかって。30万笹塚、鼻で笑っとったわ。またあの笠松の強欲じじいが。あんな老いぼれんば10万でも買わんわって。そろそろ15号酸欠きかけてるよ。そうかい。遅くとも夕方には産むんでないかい。ああ、来た来た、雪が来た。ほら天気予報今日は当たりだな。随分雪がくっついとるじゃないの。八幡岡から富岡のあたりものすごい雪ですわ。もう何も見えん。湿り雪だこら。気温も随分上がってきてるわ。はい、ご苦労様。どうもありがとう。さてと、行きますか。ねえ、ん？八幡岡の道通って行かない？どうして？総田院ちゃんの牧場寄ってさ、スキーの写真もできてるはずだし。ああ、そうするか。気が利くでしょ。どういう意味よ。
軽い気持ちで僕は言ったんだ。その時富良野はもう雪だったけど、特にひどいという降り方でもなく、この程度の雪はいつも見慣れており、ところが八幡赤の坂を登り始めて、いくつかのカーブを曲がっているうちに突然雪はものすごくなり、それはもうまるで信じられないくらい別の世界に入っちゃったみたいで、どうしたの電気。停電よ、つい今。停電？送電線が雪で切れたんだね。電話？電話は通じてる。ちょっと貸して。どうしたの？ゆきちゃんと純が帰ってこないんで。何時頃？1時？1時にそっちを出たのかい？それで？まっすぐ帰るって言ってた？いえ、すいません、どこだと来たって一時頃こっち向かったって。7時に？そうちゃんの牧場に寄ってんじゃないの？なんもないって六郷街道は。それで五郎さん、もしかしたらやっと他の道来たんじゃないだろうかって。したってユキコさんそんなこと知らないべっさ。あっちには壮太さんの牧場もあるし。ちょっとすいません。もしもし。うんうん。で壮太のとこには連絡したのか。してんだけど誰も出ねえんだ。みんな牛舎の方行ったらしくて。もしも八幡岡の道入ったとあれば、それは吹き溜まりに突っ込んでるぞ。あそこはすごい風らしいから、バスも午後からストップしてるって。ジープでも無理だろうか。いや、ジープでも取っても入れんべ。さっきの電話じゃな、北電の除雪車が何も見えんて諦めたらしいから。ガソリンならどうです。え、ちょっと待って。馬だら人を探すんでないですか。もしもし。ちょっと待て。さあ、すまんが、バスで貸してくれませんか。何があった。子供たちが車で帰ってこねえんだ。
丈夫？まだ開けとくよ、ずれた。ハイカス食べるから。こっち。おっとやめなさい。ねえ、ジュンちょっと起きて。ねえ、ほら。聞いて。聞いて、ジュン。僕らはそうやって助け出された。みんな後で奇跡だって言ったそうだ。僕らが進む音を聞く前に馬は僕らの埋まった場所で急に歩くのをやめたそうだ。僕たちはダメだった。吹雪はそれから丸二日続いた。父さんはその間ほとんど口を聞かず、ぼんやりした顔で酒を飲んでた。ゆきこおばさんもダウンしちゃった。電気の切れた6号の市街地では暖房も入らず水も出ず、それこそみんな大騒ぎだったらしい。新しいうちほど大変だったそうだ。だけどそういう大騒ぎの話は吹雪が終わってから聞いたことだ。僕んちは全然平気だった。僕んちはもともと電気もないし、水道も沢から引いてあるからいつもと同じ、変わりなかった。そういう意味では僕らは吹雪に何の影響も受けなかったわけであり、
何これ。罠だよ。トラバサミってやつだ。ホタルのキツネ、これにやられたの？まだこんなもん使ってるやつがいるんだな。キツネ、これにどういうふうにかかるの？うん、今見せてよな。ここを踏むとな。けど、これ今禁止されてるんじゃないかい？私もそう聞いたよ。いや、免許があれみたいですよ。容器はどれ？1月20日、ギリギリですね。だけど、ひどいことする人いるね。どうなってたんだ、現場は。鎌倉みたいに雪積んでありましたね。上に櫓組んで肉下げてあって、キツネが飛びついて落ちたところで、こいつにやられるように仕掛けてある。さ、プロだな、おい。まだ5騒動かけてありましたよ。全部歯をかましてきましたよ、ね。けど、戸田正美は食いに打ったべ。そいつをひっちぎって逃げたみたいだね。それで蛍ちゃんに会いに来たのかしら。らしいですね。どこやられてたって？左の前足。それじゃ芋の取れないべさ。引きずって歩くのやっとだったね。死んじゃうんじゃないかい？どうだべ。足が腐って切れるのを待つか、自分の足を食いちぎるか。自分の足を？うん、そうする場合もあると聞くもな。野生の動物はそれでも生きるって。それじゃあ、トラバサミかけたのは正吉君のおじいちゃんなの？それじゃあ、ホタルちゃんのキツネもそれにやられたのね？だと思う。常にトラバサミ持って行かれたって、じいちゃん一昨日ぼやいていたから。そう。おじいちゃんいつもキツネ取りするの？昔からじいちゃんの楽しみなんだ。もう何十年もやってる。取ってきたキツネの皮でオラや母ちゃんにチョッキ作ってくれたりしたけど、それが蛍ちゃんの可愛がってたそんな狐だなんて俺は知らんから。じいちゃんもきっと知らんと思うし。わかった。正吉君、黙ってなさい。そのこと、あなたが気にすることないわよ。そうよね、正吉君のおじいちゃんたちはずっとそうやって暮らしてきたんだもんね。そうよね、わかるわ。気にすることないよ。したけど、じいちゃん評判悪いから。どうした？何したの？じいちゃん。ああ？トラバサミまたかけるんか？世の中には悪いやつがおるもんだ。わしのトラバサミ一つ盗んでいきよった。おまけに仕掛けを全部外しよって。今度見つけたらただでよかん。じいちゃん。ああ？おいら直帰はもういらん。
綱の怪我はもう取らんでくれ。どうしたんですか。入れませんか。電気がついたのか。はい。まあなんとか。よかったな。どうですか。飲んでるんですよ。いや、あれだ。なんだ。お前マイランか。ま。うちなんま手放すことにした。バカな話だ。まあ手放す気になって初めて間に名をつけてないことに気づいた。20年近くも飼っているのにだ。ここらじゃめったに間には名をつけん。名をつけてはいかんと教えられた。名をつけると馬に病が移る。手放す時に心が痛む。昔は冬ごとに馬を手放した。夏中を働かしてそれでも食えんから馬を売って、そして冬場をしのいだ。春に新しい馬を買うために冬場は山で獣を取って売った。鹿や狐やウサギや天や。入りませんか。キツネがトラバサミにやられたそうだな。うん、気の毒なことした。あれはわしが仕掛けた。小吉にチョキを作ってやりたかった。だがやつは知らん。恨まんでやってくれ。はい。こっちへ来て何ヶ月だ。4ヶ月です。そうか。
もう4ヶ月ここで暮らしたか。よく思ったな。とっつぁん、入りませんか。中田の連中も来てるんです。電車で来たのか。まあもういねえからな。今朝売ったんだ。そうか。とっと行ったのか。今頃はもう肉になってるだろ。酒屋出さんで。コロ、あの野郎感づいたらしい。あの野郎って？うまいよ。今朝早く業者が連れに来るってんで、ゆんべごちそう食わしてやった。そしたらあの野郎刺したらしい。今朝トラックが来て孫屋から引き出したら入り口で急に動かなくなって、オラの肩に首を。幾度も幾度もこすりつけやがった。見るとな、涙を流してやんだよ。こんな大粒のこんな涙をな。18年間オラと一緒にそれこそ苦労させて用がなくなって、オラに言わせりゃ女房みたいなあいつ、それから不意にあの野郎は自分から歩いてポコポコ踏み板踏んでトラックの荷台の上に上がってたもんだ。あいつだけがオラと
苦労を共にした。あいつが俺に何言いたかったか。信じてた俺に何言いたかったか。明け方まで降り続いたらしい。笠松に取ったんだ。橋から落ちたんだね。息は？死んでる。いつやんの？多分夏にな。4回戦、うん、ああ、ソータが出るんじゃ応援に行かねばな。いや、いいよ、前座の前座なんだ。あら、誰でも出られるもんかい。いや、東京で資格取んだ。自信あるか？資格取る自信か？いやいや、勝つ自信だ。いや、やってみればな。分かったからな、ソータは昔から。したげんど、じいちゃんにはよく殴られたべさ。じいちゃんは誰でも殴ったんだ。俺らもな。殴られて六を逃げ出したんじゃないかい。そりゃ言える。おふくろが生きてる時には詫びに回ってたもんだけどな。飲めばちょっと手がつけられんとこあったもんな。あれじゃ近所中で評判落とすわ。まあ
よく最後まで世話してもらったわ。いやいや、そんなことはない。いや、肩見せなかったぜ、こっちにいるときは。どこ行っても親父の悪口だもんな。ちょっと頑固なとこやね。じいちゃん、お前の親父さんのこと褒めてた。あいつはいいやつだって、じいちゃんが言ってた。あの木の上の小屋、いつからあったんだ？母ちゃんが俺を置いて出てってからだ。じいちゃんが作ってくれたのか？ああ。俺が泣くと、あそこに連れてってくれた。あの土地の問題は、親父が悪いんだ。そういう噂だな。親父なら知らん間に杭動かして、少しでも人の土地取ろうとする。それも一尺だぜ、わずか一尺。四丁分の教会を一尺動かして一体どんだけの得があんのよ。その気持ち、お前らにゃわかるねえな。え？したけど清さん、これは泥棒だぜ。明らかに弁解の余地のねえことだべ。わかってる。勝手に人の土地奪んだからな。そうだ。おい、ろうそくはもう見つけど。それでもおめえらにゃ親父は分かっとらんさ。なんかおいおいおいせいだ、おい飲めよ。おい、酒ねえぞ。一尺がわずかか。え、教会一尺出すことが。清さん、なしたの。飲んべ今夜はな。一尺四方を掘り起こすのに畳一畳の石やったらどうする。ダメ。でっけえ木の根が張ってたらどうする。お酒遅くなって。どうしたの。一丁起こすのに2年もかかった。そういう時代に生きてきた人間の土地に対する執着心がお前らに分かるか。そら、清さん、もちろん分かるよ。俺らだって昔は一緒にやってきた。ならなぜ土地捨てた。いや、捨てたって。なぜ逃げ出した。いたって食えんべさ。そんだけみんなが食っていけっか。ちょっとあんたどうしたの。あ、すいませんね。 あんたほら、ただ土地出てったもんは土地にいるもんとやかく言う資格はね。そのことだけ言いたかった。いや、分かった分かった。さあさあ、分かったからろう。え、さあ。どうぞどうぞ。ああ、参った。ところで、あの馬いくらに売れたの。いくらに売れたんだろう。20〜30万かい。そんなとこだべな。まあ、ちっと早ければもっとに売れたにな。おめえらも分かったな。やっぱりな、もう分かったな。瀬さん、おめえらだけじゃねえ、みんなが忘れとる。一丁起こすのに2年もかかった。その苦労した功績者を忘れとる。功績者の気持ちを誰もが忘れとる。さあさあ、とっつぁんは確かに評判が悪かったけど、昔はみんなあの人を仏の切れ字そう呼んでったよ。そういう時代も昔はあったんだ。それがどうして今みたいになったか。みんなとっつぁんの苦労を忘れちまったからだ。忘れなかったのはあの馬だけだ。あの馬だけがとっつぁん分かっとった。その馬を
手放した時、その馬を売った時、なしたのあんた、人の葬式で。いやいや、そうやねえんだ。せいさん、ただ、せいさん。あんただんだんうちの親父に似てきたぜ。え？わし、帰ろう。その晩、僕らは辰巳さんの車で父さんを置いて先に帰った。だけど僕には清吉おじさんのさっきの言葉が焼き付いて残っており、あの馬だけはとっちゃん分かっとった。その馬を手放した時、その馬を売った時、いろいろどうも。なも、少しは落ち着いたら。兄さんたちみんな引き上げたから。今日は晩ご飯一緒に食べよう。いいのか、打ち上げて。いいの。うちでも二人で寂しいし。料理してあげる。材料持ってきたから。やっほー！よかったよ。大変だったな。まあね、馬売れなんて言わなきゃよかったよ。この間の北村の関さんの言ったことを答えたな。悪気じゃないんだよ。うん、正しいよ。兄貴たちもかなり答えてたんじゃないかい。兄さんたちいつ帰ったの？今朝。帰ったじゃない、逃げ出したんだよ。同じ。バイバイ。バイバイ。いつから学校来るんだ？だけど翌日も翌々日も小吉くんは学校を休んだ。僕は遊びに来たかったんだけど、笠松の家は後始末で大変だから邪魔しちゃいけないと父さんに言われ、キリッ。で、さよなら。あ、ちょっと待って、みんなに言っとくことがあるの。小吉くんが学校を辞めました。お家の都合で昨日遅く遠くに立つことになっちゃったの。みんなにさよなら言いたかったんだけど言えないで行っちゃうからごめんなさいって。小吉くんが学校を辞めた。小吉くんが遠くへ行った。嘘だ、この前そんなこと何も言わなかった。
じさん。小吉くん、本当にもういないんですか？6号にまた一つ廃屋が増えた。